ただいまお仕事から帰ってまいりました。三つ星キャンプの三つでございます。どうも。はい、仕事帰りにまたいつものセブンでお夜食を買ってきましたよ。はい、今日のお夜食はミニチーズおかき梅しそ味です。はい、でね、今日はね、でーん、飲み物はこれ、春のフルーツ、これ一本、こいつです。いやー、もう春ですよね。もう本当あったかい、最近ね、あったかくなりましたね、すごい。なんかついこの間寒波だ寒波だみたいに言ってましたけど、もうすでに気温10度超えとか普通にですもんね。あ、はい、乾杯でーす、乾杯でーす、皆さん乾杯でーす。うん、いやー、チーズおかき美味しいですよね。なんか食べちゃう。あー、うん、うまい、美味しい。うん、うまいね。もうね、あったかくなってくるともうほんと心配になってくるんですけれども、花粉症です。ほんと花粉症なんでね、ほんと東京来てからなんですよ、花粉症になったの。よく言うじゃないですか、コップに水をこう注いでいって、こう限界地点超えて溢れた時がこう、あの、花粉症が発症する時だよみたいな感じで、そのね、タイミングね、ちょっとね、東京来てからなったんですけど、すごいこう、でもね、なんでしょうね、こう年々こうひどくなっていくっていうんじゃなくて、徐々に、なんて言うんでしょう、回復傾向にあるような気がするんです、自分的に。こう、なんか、あの、結構ね、成り立ての時は、まあもう本当ひどかったんですけど、まあでもそんな、今もそんなに、ね、まあ、回復しながらも、まあいい方にはなってるんですけど、まあやっぱりくしゃみとか始まったら、もう一回じゃ止まらないですから、何回も何回もこうくしゃみしないといけないみたいな状態になっちゃうんで、ね、まだ鼻だけだからいいかなとは思いますけど、結構ね、目とか涙止まらないみたいな、そういうのはまだなったことないんで、依然ね、とりあえず、まあ、鼻はこうあんまりこう鼻詰まりだとか鼻水だとか、ね、くしゃみ、そういったものにはちょっと悩まされてはいるんですけど、まあ若干ですけれどもね、やっぱ回復傾向にはあるような気がします。まあっていうのもね、こう、なんでしょう、こうやっぱりなるべく気を使って、こう発酵食品じゃないですけど、まあキムチだったり納豆だったりお味噌汁だったりっていうのをなるべくこう取るように心がけたりとかね、するようになるったら、なんかね、ちょっとずつですけど、なんか回復傾向にあるようになってるのは体感できてるんですよね。そんなチーズおかきなんか食いながら何を言ってんだバカ野郎みたいな感じで、本当に説得力が全くないんですけども、ね、すいません、チーズおかき美味しいな。うん、チーズおかき美味しいな。そうなんですけど、ね、おかげさまでこう皆さんからね、コメントでもっとこう、ね、こういうの食べた方がいいみたいな感じで言ってもらえてるんで、本当にありがたいことで、本当ですよ。なかなかね、やっぱりこう不摂生というかね、やっぱりこうな、やっぱりね、バランスの悪い食事ばっかりしてると、そういう風にこう体に返ってくるわけですよ。ね、皆さんからこうね、気をつけろっていう風に感じでこう注意喚起をしていただけてるから、こう、うん、まだ全然いいわけで、ありがたいことですよ、うん、ね、もうお母さんがいっぱいいるみたいで、ありがとうございます。うん、そんなことを言いつつ、チーズおかきを食べてるミッチです。ごめんなさい。
ごめんなさい。ちゃんと食べます。でもね、あのね、ちょっと花粉症、まだ今はなってないんですけど、まあ暖かくなってきたら、まあね、始まるとは思うんですよ。で、その時にちょっと試したいのがあって、なんかこう鼻がこう詰まるじゃないですか、鼻水とかで鼻が詰まって、それの解消方法っていうのでちょっと試したいのがあって、なんかね、あの右の鼻がこう詰まるじゃないですか、詰まったとしたら、こうあの詰まった方を上にして寝ると、しばらくするとあの上の鼻が通るようになるらしいんですよ、ね、だから右が詰まってたら左を下にしてあの寝ると、この、ね、上側に向いてる鼻の通りが良くなると。であの逆にじゃあ左側が詰まってたら、こう右側に寝て、で右、そうすると左側の鼻が通りが良くなるっていうのを、なんかそういうライフハックがあるっていうのを聞きました。知らんけど。そうなんですけど。で、それすごいですよね。なんだかこう、あの人間は何でしょう、呼吸をこうしやすいように体がやっぱり働くらしくって、であの横に寝てると上側の方は通るようになるらしいんですって。でだからそういう、なんだろう、体の構造的なもので、あの鼻を通すっていうなんかやり方らしくって、ね、すごいですよね。そんな風に人間の鼻って、ね、まあ、便利ですよね。なんか本当結構ね、やっぱり鼻が詰まっちゃって鼻呼吸ができないと口呼吸になっちゃうんで、結構僕もね口呼吸になりがちなんで、ちょっとね、そのなんていうの、鼻がもし詰まったらそれ本当に通じるかどうかちょっと試してみたいんですけどね。ちょっとそれに関してはちょっと楽しみであるね、なったらちょっと試したいですよね。それね、どんな風になるのかちょっと試してみたいと思うんですけど、うん、それをちょっと楽しみに今年の春は過ごしたいな。でもね、どうなんですかね。で、こっち側通るじゃないですか。でも逆に下側が詰まっちゃったら意味ないのかな。なんかこっちはで逆に寝て、こっちは通るけどまたこちらが詰まってみたいな。結局どっちかは絶対詰まるんかいみたいな、そういう話だったら嫌だな。なんか両方通るようになってもらいたいですよね。なんか、うん、どうなんだろう、そこがちょっと謎なんで、ちょっとそれをね解消したい、うん、ぜひちょっとね試してみたいですね。やってトライですよ。それこそ本当にちょっと楽しみな課題が増えたんですけども、はい、それをな感じでちょっと今年の春は花粉症が楽しみです。はい、というわけで試していきたいと思います。ミッチサブとギャンブルミッチでした。ありがとうございました。